こんにちは、池田真子です。今日の真子チャンネルはメイクです。はい、今回はフルーツメイクをしてみました。で、前回はリンゴとかレモンとかピーチのフルーツメイクをしたんですけど、今回はこちらのキャンメイクのアイシャドウのグリーンを使ってメイクをしてほしいっていうリクエストが結構いただいたので、こちらちょっとマスカットっぽかったので、マスカットとあとメロンは夕張メロンのカラーをイメージしてメイクしてみました。フルーツで、うるおる感とツヤ感を出して、ジューシーっぽい感じにしてみたので、ぜひよかったらチェックしてみてください。それではそのやり方をご覧ください。まこチャンネルスタート。それではメイクを始めていきます。最初はこちらです。じゃん、リンメルの CC クリームを使います。はい、外側に広げていくように全体に伸ばしたら、一度スポンジで余分な部分を取っていきます。はい、そして、気になる部分だけもう一度少しずつ重ねてなじませていきます。はい、そしたら今度はこちらのキャンメイクマシュマロフィニッシュパウダーを春姫のブラシで薄く伸ばしていきます。次にこちらのビボアイフルのアイブロウペンシルで眉毛を描いていきます。眉尻から描いていきます。で、こんな風に一度形を薄く取ってから中を埋めていきます。ブラシでぼかしていきます。こんな感じです。眉毛はこうカクンとならないように、こう自然な感じに下がるように描いてください。反対側も同じように描いていきます。そしたら今度はこちらのキスミーヘビーローテーションのアイマスカラをしていきます。一度眉毛に逆らってから毛並みを整えるように反対側に描いてください。反対側も同じようにしていきます。次はアイシャドウをします。こちらキャンメイクパーフェクトスタイリストアイツの13番を使います。まずはこちらのカラーをアイホール全体に伸ばしていきます。そしたら隣のオレンジのカラーを二重幅に広げていきます。今度はこちらのブラウンのカラーを目の際に描いていきます。そしたら先にアイラインを引きます。こちらプリンセスアントワネットのブラウンのライナーを使います。で、アイラインは、目のまつげの生え際に細くと、あと目尻はさらっとちょっと跳ね上げるように意識して描いていきます。はい、こんな感じで描きました。今度はさっきのキャンメイクのアイシャドウのグリーンを使います。で、これはここの目尻のところのアイラインの上に同じようにさらっと払うように描いていきます。で、目尻からこう真ん中の黒目ら辺まで持っていくんですけど、こう上から一緒に重ねることで綺麗にグラデーションになるのでいいかなと思います。そしたら今度はこちらです。じゃん、エチュードハウスのプレイ101ペンシルの4番を使います。こちらを涙袋に引いていきます。はい、はい、そうするとこんな風にキラキラします。あともう一つ忘れてたんですけど、こちらの最後に真ん中のアイシャドウを上まぶたに広げていきます。はい、こんな風に黒目の上から指でこう外側にポンポンしながら広げるようにのせてください。では反対の目もここまでしていきます。はい、できました。今度はビューラーでまつげを開けて、キャンメイクのフレアリングカラーマスカラを使います。
はい、こんな風に上下たっぷり塗ってください。では反対側をしていきます。はい、乾いてから最後にもう一度軽く根元だけ上げてあげるとカールがキープされるのでおすすめです。次はこちらです。じゃん、ネイチャーリパブリックのオレンジのクレヨンリップを使います。こちらをチークに使っていきます。指に取ってから目の下に一度置いて、そこからこう楕円形になるように横に伸ばしていきます。こんな感じでちょっと目の近くの高いところにすることでちょっとほてった感じになります。反対側も同じようにしていきます。今度はこちらをリップに使います。唇の内側だけにまずつけます。そしたら指で外側にぼかしていきます。はい、こんな感じでグラデーションになります。そしたら上からグロスをつけます。これは韓国のスーパーで買ったものです。ではのせていきます。はい、のせました。そしたら最後にこちらのキャンメイクのグローツインカラーでハイライトを描いていきたいと思います。こちらの白とベージュを2色混ぜて T ゾーンでのせていきます。そしたらこちらのベージュのカラーを C ゾーンにのせていきます。これでメイクの完成です。いかがだったでしょうか。今回はマスカットとメロンをイメージしたフルーツメイクをしてみました。でマスカットっぽいこのグリーンと、あとメロンは夕張メロンのメロンなんですけど、たくさんオレンジも使ってジューシーでフルーツのイメージをしてみました。こちら感とこの潤い感のポイントなんですけど、ラメのあるハイライトとかを使うことでツヤ感が出たり、あとはリップをこうクロスすることでこうウルウルしたりとか、涙袋とかいろいろポイントも入れてみたので、ぜひ参考にしてみてください。他にも池田もこのまこチャンネルでは DIY やメイクなど週4回アップしています。気になるのがあったら評価やコメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。ということで今回は池田もこのマスカットメロンをイメージしたフルーツメイクでした。バイバーイ。